長崎県道152号扉港線は、長崎県平戸市を通る一般県道である。扉町山内面尾の浦地区の18、新和銀行扉支店前の扉港入り口、交差点で、国道204号から分岐し、同面の平戸口山橋までの間、約150メートルを結ぶ1900年に開通した、旧県道平戸佐世保線をルーツとする。平戸佐世保線は、 平戸港田平港間の海上区間を含み、田平港で上陸すると、北松浦半島を南下して、佐世保市に至る。同時に、旧県道平戸今里線も開通している。こちらも田平港で上陸し、平戸佐世保線とは重複せず、北松浦半島を東に進んで、今里市に至る。したがって、この二つの県道を投資で利用する場合は、 たびら港前の交差点で展開を余儀なくされた。この展開を解消するために、対象年間に待ちわりが変更され、両県道を短絡する現在の国道ルートが、竣工し、平戸今里線のたびら港から短絡ルート間を、尊道に降格した。これにより、北松浦半島を通過する流れは短絡ルートに、移り、平戸港と校舎は、平戸佐世保線から短絡ルート交差点間に、 流れが統一された。1953年、新道路法によって、平戸佐世保線と平戸今里線は短絡ルート経由で二級国道204号に昇格し、取り残された、田平港から、交差点間の旧平戸佐世保線起点区間は、1958年に、一般県道152号に指定された。長崎県道152号田平港線の前景ありがとうございます。